1937年6月、ワシントン DC の中国大使館で開催された、交渉期のパーティーに出席した織野増島。写真右は、斉藤博士増島61郎から1948年11月13日は、現在の滋賀県彦根市生まれの弁護士。父が61歳の時の子供であったため61郎と命名された。 イギリス法律学校の創立者18名の中心人物として同校初代校長に就任した大見国彦根イ伊池休日師藩230国の家柄1870年に上京し官立東京改正学校に進学する東京大学法学部第2期を主席で卒業その後1879年頃 岩崎家の援助によって、イギリスミドルテンプル法学院に、ホズミのブシゲや岡村テルヒコらと共に留学し、法廷弁護士の資格を取得し、さらに事務弁護士の事務所において、研修を行った。1884年に帰国するや、大元人の免許を受けて、京橋日の木町に法律事務所を開設した。この時、バリストル、法学士大元人の肩書きを用いたという。 当時は英国法廷弁護士の資格を有する代言人は少なかったし、大学を出た代言人も英語のできる代言人も少なかったという。代言人の間での性暴は高く、1886年には代言人組合会長に就任した。一方で東京神田西町長2丁目にあった明治義塾の教団に立つが同校が廃校のり、 同治を購入して新たにイギリス法律学校と東京英語学校の設立に奔走する。1885年、イギリス法律学校の18名の創立者の中心人物として同校初代校長に就任した。1889年に東京法学院と名称変更後は院長となった。また、同治に杉浦重武と共に創立した。 東京英語学校でも初代校長を務めた。その後、学校教育の一線からは退き、弁護士業に復帰した。マスジマは、後に言う障害弁護士として、障害性のある訴訟案件や企業法務を主に取り扱った。その多大な業績と名声により、全米弁護士会、カナダ弁護士会、ニューヨーク州弁護士会の名誉会員となった。 また、その事務所も東京から横浜、神戸、上海へと進出したという、法律書籍を集めた請求率書院という図書館を開館する。1934年に維持運営のため財団法人請求道財団を設立。太平洋戦争後、日本では英米法研究が盛んになり、没後の1949年に最高裁判所に帰宅されて、 請求同文庫として一般に公開されている。ありがとうございます。